限界で走ってみたいな。え、なんでこんなワインにこんな気持ちよく走れるの、このミニワンの。隠しに言ってもた。走回りがめちゃくちゃ良くなってるじゃんか。こんにちは、ヒコの TV です。今回は2024年6月に出たばっかりの新型フリード EHEV で、滋賀県にある琵琶湖の南端から京都府の宇治市へ抜ける川沿いのワインディング宇治川ラインを走行して、車の動きや乗り心地の感想をお伝えしていきたいと思います。それでは動画始まります。あー、すごい、こういうパターンはなんか珍しいなぁ。こんな感じなんや。あんまり今までに経験のない車の動きっていうか、クイックな動きはしないですね、やっぱり。でもしっかりは曲がっている。曲がりに困ることはない。でも車がギュッて曲がっていく感じはあまりない。なんかさっきまで一般ゆっくりのスピードで気になっていたハンドルがちょっと重いというか抵抗があるっていうのが、ここではワインディングでちょっとスピードある状態で曲がってると、コーナーの曲がり具合に対してこれぐらい切らんといけないよっていう情報が伝わってくるってすごい難しいですよね。自分でも何言ってるんかなっていう感じはするんですけど、だからそんなにちょっとね、アンダーステア気味、ハンドルを切ってもあんまり曲がってない感じがするで、だけどそれがあんまり怖くないんですよね、不思議と。普通そうだったら気持ち悪いだけが大体多いんですけど、僕もどっちかというとクイックに切れる方が好きは好きなんで。ただまあこういうファミリーカー的な存在の車の場合、そんなにクイックに切れなくてもいいのは当然いいんでね。なんて言ったらいいんでしょうね。でも独特ですよこれ。今まであんまないかな、こんな感じ。ゆったり切れるイメージですね、ハンドルが。もっと切らんとあかんのかなと思ったら、いや、ちゃんと意外とちゃんと曲がってるというね。で、かつ頭もあんまり振られてる感じもしない。足回りもそんなにガチガチ感も当然ないんで、そもそもなんか不思議な車かな、うん、こういう車やったらもうちょっとね、頭振られてあーってなっててもいいんですけど、すごい剛性がしっかりしてるのに足回りが柔らかいというか、足回りは硬くないんですよね、心地いいですしね、すごく。だからまあもっとこんなカーブをある程度のスピード出していったらぐにゃぐにゃかなと思ったら、そこまでぐにゃぐにゃではない。腰砕けというか、頭振られまくる感じが少ないですかね。でハンドルのこう切る感じが、もっとちゃんと曲がらなきませんよっていうのをこう伝えてくれる感じがする。面白いなぁ、なんかあんまり今までにない感覚。だいたいハンドリングがいい車っていうか、コーナーリングがいい車って足元硬いことが多いんですよね、やっぱり。でもこの車そんな硬くないから、そんなに良くないかなっていう感じはしてたんですけど、さあ、ギュインとは曲がらないですけど、こういうところでもね、ギュッとちょっとこの車にしてはオーバースピード気味で入っていっても、意外となんか平然と曲がってる感じ、あれっていう。でしかもその頭が逃げてない、そんなに。もうちょっと逃げるんじゃないのっていう感じですね、これ。あれ、意外としっかりしてんな。今までこう一般道をゆっくり流してきてる感じからするとまさかの感じですね。すごいソフトなんですよ。キュッキュッキュッって曲がる感じはないんですけど、スースースーっていく感じ、意外やなこれは。 SUV より全然好きかも。
SUV の方が、まあ、直近乗ったやつとかの方が当然ピャッと曲がるんですけど、それなりの乗り心地なんですね。やっぱりそれは肩したら曲がるやろっていう。でやっぱり羽にもつながりますし、でもこのフリードはまあ全体的な速度域が違う可能性はあるけど、感覚的には別にタイムアタックするわけじゃないですからね。こんなんね、すごいスムーズやけどな。これなんなん、気色悪い。なんかここになってハンドルのこの硬さの味付けがちょっと生きてきてる感じがするかな。だからあえて自分はフリードの動画、他の人の動画見てないんでね、他の人がどんな感想をしてるかっていうのは、まあ、聞いちゃうとね、そうかなと思ってしまう部分もあるんで、あまり聞かないようにしてるんですけど、ですんで、まあ、独特かもしれませんけどね、それは許してくださいね。このカーブでも、カーブ曲がってからの安定感が思ってより全然いいんやけど、なんでやろう。こんな言うてもミニバンなんでね、そんなコーナーリングなんか言い訳ないかなって勝手に思ってたんですけど、この安心感は一体何なんやろ。いや意外やわこれ。こんなところ進化してんの、今の自分のフリード、これはないよ。この感じはないけどな、マジで。だから全然安心してコーナー入っていけんねんけど、やばこれ。この振り返しもすごい安定してる。さすがにこれはちょっとブレーキ振るけど、え、マジでこれ。隣にね、人乗せたらこの速度であんまりワイニング走っちゃうとね、寄っちゃうんであれですけど、これならちょっと楽しめるよな頭振られてないんで、そんなに言うほど。これは面白いぞ。マジですか。もうちょっとこう限界で走ってみたいな。こういうところで限界で走ったら危ないからね、あれなんですけど、ちゃんとこの限界で走って失敗しても逃げれるような場所、まあ、サーキットしかないですけど、これ、いや、え、なんでこんなワインにこんな気持ちよく走れるの、このミニワンのくせに。あ、くせに言ってもらった。うせやん。マジでめっちゃ安定してんねんけど、しかもちょい濡れだよ。だからその不安感がちゃんとハンドルから伝わってくるからあんまりないんですよね、この路面の感じが。おそらく伝わってこんかったらやっぱ怖いんでね、何がどうなるかわかんないんで、恐る恐るになっちゃうんですけど、あ、ここまで行けるわっていうのが、で、伝わってくるし、あとハンドル切った後の車の体勢も、全然いいよ、これ。え、マジで？なんかこう、なんていうんですか、椅子とかがね、シートがね、まあ普通のシートなんで、体が若干やっぱりこうコーナーをある程度のスピードで曲がっちゃうと振られるんで、それは致し方ないんですけど、それを考えると、まあバケットシートをつけるべきじゃないんですけど、そういうシートがもしついてたらすごくよく感じるんちゃいますかね、これ。とにかく目立った頭の振られ方はしないことはないけど、だいぶいい。これね、いつもハンナ道路でワインディングやってるんですけど、ハンナ道路はもっとはっきり下りと上りってなってるんで、ちょっといつもと全然違うワインディングなんでね、またハンナはハンナで走りたいと思いますけど、この安心感半端ないなぁ、マジで。え、これフリードカップとかそうしない？N1 やったっけ、 N ボックスじゃないね、 N1 カップがなんかあるでしょ、あれの上位モデル、上位
上位クラスでフリードカップ、あれありますやんか。今回はビジネスモデルっていうのがガソリンで出るんで、あれでやるとね。でもターボがないからな、 N1 に負ける可能性がある。もしかして重いからね、こうギュッて曲げてもスーッて入っていく感じがするんですよね。ちょっと無理してきつい時にギュッてハンドル曲げても、ちょっとゆったりクッて曲がっていく感じ。まもなく左方向です。これはいいね。いやー、この宇治川沿いと思うんですけど、この道沿い来れてよかったですわ。こういうね、道、長いこと、こういうぐねぐねの道がね、結構すごい車があったぞ、今。あれって、トヨタのあれですよね、プロボックスか、サクシーとか、で、ウィングついてましたね、今。やばー。まあ、これは走ってて気持ちいいなー。この車ワインディングが気持ちいいとは全然思わんかったな。いや、それは多分スポーツカーのそういうやつって比べたら全然違うと思うんですけど、もうあくまでもこれ超ミニバンですよ。ちっちゃいめのね、ちょっと。これは、ね、もんもんとドライブしてしまいそう。これはね、まあ人乗っけとったらこんな運転しとったら酔うんであれですけど、一人やったらこれぐらいのこう速度でワインディングをあーんと走っとったらドライブしてる感じがしますよね。一応ずつキックシフトドアしてみようか。シフトドアもちゃんとよく効くしね。ね、こう、あ、全然運転しやすいわ。こう下り、ちょっと下ってるから今ね、めっちゃ運転しやすいやん。いや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 、ありがとうございます。ここでは一応ワインディング終わりですね、多分ですけど、平均燃費 23.4 で13キロワインディング走ってきました。あっという間の13キロ。めっちゃ楽しいやん、この車。何が違うの？それフリードでしょ、同じ。そんなに違うの？ちゃんとよく調べてみよう。まあ同じね、品番、パーツ、部品でも、まあやっぱり味付けとか煮詰め方とかね、バージョンとかが違ったら全然違うでしょうけど、正直自分のフリードの足回りはそんなにこう、まあミニバンやしっていう感じの足回りやったんで、何も思ってなかったんですが、これは確かにミニバンなんだけど、足回りを良くするためにガチガチまでいかないけど、固めにしてるわけでもなく、しっとりの感じで、あ、乗り心地いいやんって思ってるぐらいの感じだったんですよ、一般道普通に走ってて。そしたらね、いざちょっとスピード乗せて曲がってみると、めちゃくちゃ扱いやすいっていうのがいい言い方なんでしょうかね。めっちゃ硬くもないし、柔らかいってふわふわして頭が振られるとかはそんなに感じなかったし、っていうか普通にちょっとこう気持ちよくリズムよく走るときにすごいいい足回りじゃないかなと思います。だからこれがね、ステップワゴンとかになると、この車も重くなるんでね、また話が変わってくると思うんですけど、フリードはそこね、重さが全然違うので、まあ、その軽さも手伝ってか、軽快感も意外とあったしね、え、ガソリンのターボとかあったらちょっとほんまに面白いかも。この足回りは価値があるなぁ。ミニバンで諦めていたあなたっていう感じやね。